よし、チークです。今回もですね、三国無双、何名だっけ、三国無双、新三国無双2の超無双モード第4ステージやっていきます。前生徒制圧戦クリアしたんで、次が帝軍座。なるほどね。あ、帝軍座も特に何もないと。ちょっと待ってね。帝軍山は、天心は左上で、右のとこに選手があると。ことやね。よし。これは、曹操の撃破と劉備の死亡がダメっていうことで、前回ね、この二武器が手に入ったんで、だいぶ違う。現選手取って倒しながら上向いていこうか。この峰を越えれば完治か。諸葛亮の帽子マジでどうなっとんわね。早く出陣しましょう。劉備はパンスト被ってる。早く敵者を仕留めたいと弓もたけておるのじゃ。甲冑懐かしいな。山々を越え完治を手に入れる。各軍団加工所、加工所なんですよ。よっしゃ。うわ、そうか、帝軍山確か登り大変やったな、それ。わあ、むずいなこれ。そうか、これ。下りセンスが、あれ、ああ、ちょっと待って、むずいかも。ちょっと待って、むずいかもしれん。どうしよう。いやー、ちょっとほんま雑魚的うざいわ、めちゃくちゃ。普通でもこのうざさって最強やばいやろ。最強じゃない、難しい。ダッシュでかける。あ、ミスった。こっちこっち。やかろう、貫け。かっこええ、すごすぎ。かっこええ、渋いな。こんな顔やったっけ。ここに入っとるはずなんですよ。あ、入ってない。あれ、どこかに。キツ選手。あ、あった、これだ。で、こっちから回って、加工園乗った。貴様を撃ち、手柄も一つにしてやるわ。加工園はね、俺結構ね、怖いよ。なんか、基本的にちょっとおふざけキャラみたいな感じだよね。あの、ムービーとかになって。なんやけど、ふとしたとこで、なんか急に真面目になるけんさ。いやー、ちょっと待って、きついかも。きついかも。防御集中。
よし。トンニー、あとは任せた。カコートンの弟とは思え兄弟で違いすぎる、いろいろと。もう、さい。セキトバワイ、おった。お前来いや、こっちまで。何をそこでのんびり待ってんだ。で、左の馬も、左の馬じゃない。左の方によるよくわからんやつも倒しに行く。あれ？下なんかおったっけ？あ、加工徳とかが下におるんか。チョークを無視しよう。一旦行こう。チョークを無視しまーす。はい、来ましたよ。チョーコはね、なんかこのお姉キャラみたいになってるけど、三国志の中で。なんか、本当の三国志では、チョーコはなんかめっちゃくちゃ強かったらしい。なんか、うん、そんな話を聞いたことがある。なんかめっちゃ強いらしい。チョーコは確かなんか五条家の戦いかなんかに死んだらしいですよ。五条家の戦いって、三国志の、本当の三国志の話の中では、結構ラストの戦いなんで、もう本当に最後の最後まで残った、めちゃくちゃ強い武将らしいよ。OK。ああ、強いな。チャージ4めちゃくちゃ強いな。相当削るやん、体力。これで、長江を叩きに行こう。いやいや、関戸上がると全然違いますよ、本当に。本当に違うね。馬のすれ違いざまにどっちが強いか。よし、これが強い。うわぁ、マジかよ。この木が邪魔だよな。親衛隊長どこや？違うな。あれ、親衛隊長おらん。我が軍の強さ見せてやれ。美しい勝負でした。これマジでさ、なんでさ、光栄さ、長江をこんなキャラにしたんや。めっちゃ気になるんやけど。誰がこれ決めたんやん。で、長江をマジでちょっとお姉キャラにしません。あ、ミスった。どういう経緯で長江をお姉キャラにしようと思ったのかめちゃくちゃ知りたい。気にならん、普通に。意味わからんやん、だって。流れでお姉キャラを一つ一人作ることになる意味もわからないし、なんでそれが長江なのかもわからないし。さあ、ぼちぼち林道とか手に入らんかな。あれ、どこや？これか。
やばい、強いぞ。いやー、この弓がうざい、弓が。マジで。弓どうにかならんかな。そうそう叩きたい。やばいぞ、やばいぞ。死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。やばいやばい。いやー、ちょっと待って、倒せる倒せる、よし、ふぅ、危ない、なんとかいけた。やっぱこれ三国無双2はもう一体多数になると無理やな。もうボッコボコにされるもん、マジで。ここまで綺麗にボコボコにされるのも珍しいよね。だって全然、あ、来た。来たっす。来たっす。三武器来たっす。超鉄装、リンド。いや、いかついの来たぞ。絶対こっちやんね。弓防御力、攻撃範囲プラス10。投稿やばい。よっしゃ。いい感じになってきた。はい。ということでね、今回はここまでにします。あと2つかな?あと2つか3つかぐらいと思うんで、まあ、ちょっとサクッと進めていきましょうかね。ということでね、今回はここまでにします。お疲れでした。